チームエンビーは、アメリカ合衆国テキサス州ダラスを本拠地として活動するプロイ、e、スポーツチーム。救命は、チームエンビアス。2007年にコールオブデューティのチームとして設立された。コールオブデューティ、カウンターストライク、フィファ、フォートナイト、PUBG、パラディンズ、ロケットリーグ、ストリートファイターなどのタイトルで活動している。 コールオブデューティ部門2007年11月19日、フォアプレイ及びステインビルによって、コールオブデューティ4の e スポーツチームとして、チームエンビアスが設立。チームは2008年と2009年の MLG ナショナルチャンピオンシップスで準優勝し、2009年には将来のチームオーナーであるヘイスとレイが在籍していた。2011年、 コールオブデューティブラックオプスシーズンの最後の大会 2011MLG ナショナルチャンピオンシップにおいてチームは敗者復活戦の5試合を終え再び準優勝の結果となったこのイベントは敗者復活戦の決勝において破ったオプティックゲーミングとの伝統的な対立の始まりとして注目された2013年4月コールオブデューティブラックオプス2シーズン 賞金総額100万ベイドルのコールオブデューティーチャンピオンシップ2013が初めて開催され、チームは参戦した。トーナメントにはステインビルを含めランボーやヤキャップが参戦した。チームはトーナメントを勝ち進み、グランドファイナルに駒を進めるためのウィナーズブラケット最終戦において無敗であったファーコインパクトに対して3から2で勝利した。グランドファイナルは 同11で構成され、敗者復活を遂げたファーコと再戦となった。11試合が行われ、5から6という結果で惜しくも優勝を逃した。最終ラウンドは、コールオブデューティの歴史の中で最も有名な、サーチデストロイのラウンドとも言われ、また、コールオブデューティの歴史の中で、史上最高のシリーズの一つとして、広く知られている。翌月の5月5日、 ユーグックナイアガラにおいて、チーム初のオフライントーナメントタイトルとして、ブラックオプスにタイトルを獲得した。2014年3月、コールオブデューティゴーストシーズン、チームは、コールオブデューティーチャンピオンシップ2014に参戦した。敗者復活戦から勝ち上がったものの、再び準優勝という結果で終わる。6月25日、ヤキャップの脱退とホルマルの獲得を発表した。 新たな選手構成で初めて臨んだオフライントーナメントグフィニティさん、および MLG プロリーグゴーストシーズン3において勝利を勝ち取った。しかしながらその構成はゴーストシーズン最後のイベントである s w k 2 0 1 4までと短く注目の AR プレイヤーホルマルとチームは互いに決別することを同意した。コールオブデューティアドバンスドオーフェアシーズンへと移行しチームは何度も 選手構成を変更した。コールオブデューティーチャンピオンシップ2015ではトップ12、ユーグックナイアガラ2015では準優勝を獲得。最終的に MLG2015 ワールドファイナルズを4位でシーズンを終えた。2016年4月、コールオブデューティーブラックオプス3シーズンの後半、チームはアパシーとジョンを獲得し、ヤキャップとスラッシャーと共に参戦した。 ナコール・オブ・デューティー・ワールド・リーグ・ステージ2において勝利し、チームにとって、ゴーストシーズン以来の主要タイトルの獲得となった。その後、MLG2016 オーランド・オープンに参加し、敗者復活から勝ち抜け、グランドファイナルにおいて、オプティックと対戦。試合は、防護で構成され、第1試合では3から2で勝利したものの、続く、第2試合では0から3で敗れ、 準優勝という結果となった。9月、シーズン最後のイベントである、コール・オブ・デューティー・チャンピオンシップ2016に参戦。チームは、グループリーグを無敗で勝ち進み、ウィナーズ・ブラケット初戦でオプティックを引き当てた。これまでの2年間破ったことのないオプティックに対して、3から1で勝利。続くフェイズ・クランに対しても3から0で勝利すると、初の北アメリカ対ヨーロッパの組み合わせとなる。 グランドファイナルに進み、スプライスと対戦。スプライスに対して3から1で勝利し、ついに2位という自爆から逃れて、タイトルと過去最大となる80万ベドルの賞金を勝ち取った。タイトルを獲得した後は、選手構成を維持し、コールオブデューティインフィニットウォーフェアシーズンへ移行する。しかしながら、ブラックオプス3シーズンの成功とは裏腹に、 当シーズン最初の4分の3は期待外れな結果で終わる。2017年2月に開催された MLG2017 アトランタオープンでの3位入賞が唯一の注目すべき結果であった。チームはその後最後の2つのイベントでようやく帰り咲き7月の 2017CWL グローバルプロリーグステージ2において準優勝を果たす。8月には コールオブデューティーチャンピオンシップ2017に初の連続タイトルをかけて臨んだ。ウィナーズブラケット準決勝において、イユナイテッドに対して3から1で破る。イユナイテッドとの試合では、アップリンクルールで0から10の試合状況から、後半22から10で逆転勝利するという有名な対戦が含まれている。ウィナーズブラケット最終戦は、オプティックを破り、 記録的な4度目のグランドファイナルへと進出した。しかしながら敗者復活を遂げたオプティックとの再戦で防護で構成される全2試合とも敗れ準優勝という結果に終わり、選手たちは悲観に暮れた。コールオブデューティーワールドウォーツーシーズンに移行し、チームからヤキャップやアパシー、ジョンが脱退した。2017年11月、 同チームのハロ部門で競技していたフケを含む新たな選手を発表した。カウンターストライク部門2015年2月2日、キャプテンのハッピーが率いるフランスのカウンターストライクチーム、チーム LDLC を獲得し、チームとして初となる PC での e スポーツタイトル、カウンターストライクでの活動を正式に開始した。結成直後の3月に開催された、 ESL アンキャトビツ2015では、準決勝において、忍者スインパジャマズに0から2で敗れ、ベスト4という結果となった。その後まもなく、3月には、グフィニティスプリングマスターズが開催され、チームにとって初のタイトルを獲得した。2015年7月21日、ショックスとスミスズをタイタンへ放出する代わりに、タイタンからケニーズとアペクツを獲得した。 8月に開催された ESL-1 コロン2015の決勝では、フナティックに0から2で敗れて、準優勝、ドリームハックオープンクルージのポカ2015では2から0で、ナトゥス・ベンシアを破り優勝した。2015年11月に起きたパリ、同時多発テロ事件の後、安全性の懸念から、インテル・エクストリーム・マスターズ・シーズン X3 のゼを棄権している。 2015年のシーズンを終え、チームは7つのタイトルと11つのグランドファイナル出場権を獲得した。2016年3月、M キャトビツェ2016でのベスト12に続き、チームはコミュニケーション問題を理由に、清島をスターティングメンバーから外し、LDLC ホワイトのデビルが代わりとして加わった。しかし、選手交代後も良い方向に変化することなく、10月に、 デビルが脱退、シクサーが加入した。2017年1月15日、チームはウェズグ2016で優勝。これまでの c s 強トーナメントの中で最大級賞金額となる80万ベイドルを獲得した。2017年2月、チームはケニーズ、アペクツ、NBK を G2e スポーツへと送り出し、代わりにスクリーム、RPK、 XMS が加入した。4月下旬にはアカデミープロジェクトを発表した。2018年6月20日、チームは CSGO の e スポーツ競技シーンを離れることを正式に発表。9月27日、スプライスの選手を中心とした新たなチームを発表した。オーバーウォッチ部門2016年に開催されたオンオーバーウォッチ APEX シーズン一夜メジャー。 リーグゲーミングベガス2016で優勝。APEX シーズン3では、準決勝で、コンドゥー・パンセラに、3位決定戦では、アフリーカス・フリークス・ブルーに敗れ、4位という結果となった。2017年10月5日、オーバーウォッチ部門は、オーバーウォッチリーグに参戦するために、ダラス・フューエルへと解消することを正式に発表。オーバーウォッチコンテンダーズシーズン1な、 プレイオフスでは、準決勝でフンゲイフに対して3から0、決勝でフェーズクランに対して4から0で勝利し、チーム演技として記録を残した最後の大会となった。また、この大会ではチームに新たに採用されたシーガルのオフライン大会へのデビュー戦でもあった。ロケットリーグ部門2017年6月21日、ノーザンゲーミングの現役選手3名を獲得し、 ロケットリーグでの活動を正式に開始した。選手の中には、ロケットリーグチャンピオンシップシリーズシーズン3において、優勝したリームコヤ・デボが含まれていた。ギアス・オブ・ウォー部門2012年1月4日、ギアス・オブ・ウォーのチームエンビアス MBN として設立。ギアス・オブ・ウォー3での競技を行い、オフライントーナメントのハイプフェステーション2では4位となった。二千十五年十月、 チームは、ギアズ・オブ・ウォー・アルティメット・エディションの競技シーンに、再び参入することを発表。そして、ESL プロリーグへの参加が明らかとなった。リーグのシーズン1では、ディナイアル・イースポーツに次いで、準優勝。シーズン2では、チームは、レギュラーシーズンにおいて12から2の記録を残し、決勝戦では、再戦となるディナイアルを破り優勝。 トーナメントでの優勝はチームにとって初のタイトル獲得となった。2016年7月、ロンドンで開催されたギアズイー e スポーツヨーロピアンオープンでは1マップも落とさずに2度目の優勝を果たした。ギアズオブウォー4に移行し、ザコアリションが主催するギアズプロサーキットに参戦した。このイベントは6回に分けて開催され、複数において2位終わりとなった。しかし、 2017年1月、ラテンアメリカで初めて開催された GAU イベントとなるメキシコシティオープンではオプティックを破り3度目の優勝を果たした。6月13日、ギアズプロサーキットが終了した直後に部門に所属する選手たちをエコーフォックスに移し、GAU の e スポーツシーンから離れることを発表した。スマイト部門2015年10月5日、 北アメリカのチームをフックゲーミングを獲得し、スマイト部門が設立。チーム唯一の獲得タイトルは、2016年1月、スマイトワールドチャンピオンシップ2016、XBOX1 インビテーショナルで優勝したのみ。5月、ソートの試合中、2分以内に2試合目を投げ出し、チームはスマイトプロリーグの規範に違反した。プロレベルでの試合の放棄は、SPL の歴史上で、 最悪の試合と呼ばれるほどであり、はい、レズスタジオは参加した各選手に対して、罰金500ベイドルを課した。2016年11月30日、部門に所属する選手の脱退とともに、スマイトの e スポーツシーンから離れることを発表した。ハロ部門2015年11月10日、ヘイローをガーディアンズの e スポーツチームとして署名し、ハロ部門設立。初期の選手には、 ピストラやミキンが含まれていた。チームは2016ヘイローワールドチャンピオンシップへの参戦を目指すもなリージョナルファイナルズで敗れ参戦できなかった。チームの最初の大きな進歩は2016年7月 HCS プロリーグなサマー2016シーズンファイナルズで3位を獲得したことに始まる。続くオフシーズンにチームは 新人のフケとベテランのスニップサンダウンを獲得した。11月、HCS ラスベガス2016で優勝し、チームにとって初のタイトル獲得となった。その後まもなくして、12月には、HCS プロリーグなサマー2016フォール、ファイナルズで優勝し、2度目のタイトルを獲得。ヘイローワールドチャンピオンシップ s 2017では、敗者復活で勝ち上がりも、 グランドファイナルにおいてオプティックに敗れた。2016から2017シーズンは準優勝で終わった。2017年5月、HCS デートな2017で優勝し、3度目のタイトルを獲得。2018ヘイローワールドチャンピオンシップで3位入賞し、2017から2018シーズンを終える。2018年5月24日、 部門に所属する選手の脱退とともに、ハロの e スポーツシーンから離れることを発表した。リーグオブレジェンズ部門2016年5月18日、ダイアットゲームズの本審査を通り、チームは、ナイル CS における、レネゲーズの出場権を正式に獲得。リーグオブレジェンズ部門が設立した。ナイル CS2016 サマーでは、ウィーク2までは4勝0敗と、完璧なスタートを切ったが、 以降は振るわずに6位終わりとなった。2016リーグオブレジェンズワールドチャンピオンシップへの出場をかけたなリージョナルファイナルズでは2回戦でクラウド級に敗れ出場を逃した。な LCS2017 スプリングでは総合順位再開となり2017スプリングスプリット終了後チームはリーグ降格に直面した。リーグ入れ回戦である サマープロモーションに参戦し、初戦でゴールドコインにユナイテッドに敗れたものの、敗者復活から勝ち上がり、自週との再戦で勝利、降格を免れるとともにな LCS2017、サマースプリットへの出場が確定した。2017年11月20日な LCS2018 シーズンのフランチャイズ申請を行うも却下され、リーグオブレジェンズの e スポーツシーンから離れることを、 発表した。コールオブデューティ部門、カウンターストライク部門、フィファ部門、フォートナイト部門、パラディンズ部門、PUBG 部門、ストリートファイター部門。ありがとうございます。